All right, thank you so much for checking out Chris's room. 本当に番組を見てくれてありがとうございます。今回は三本シリーズの2本目、なぜ得意なことを仕事にした方がいいでしょうか。まあ、LINE で、まあ、本当に4000人の方から質問をいただいてですね、2000件以上の質問を読ませさせていただいて、まあ、共通点があるんですよね。どうやったら好きなことを仕事にしていけるのか、好きなことを仕事にするってただ単に楽するだけじゃないか、怠けてるだけじゃないか、そんなことをやったらね、お父さんお母さんから怒られるし仲間も認めてくれないぞみたいな、そういう考えなんですけれども、このビデオを通してですね、実際に、まあ、好きなことをやっていく人生、まあ、ビジネスに考えてですね、実際にやっていくっていうところの2本目のシリーズなんですね。で、1回目はですね、自分の仕事は好きなことを仕事にした方がいい。まあ、本当に好きなことを仕事にしていくっていうのは今からでもできることなんですよね。で、この好きなことを仕事にするとどのようなメリットがあるのかっていうのは前回のビデオでお話しさせていただいた。なんだですけれども、ポイントはこの4つのポイントを明確にしていく、で時間をかけて自分のキャリアをデザインしていくっていうポイントなんですけれども、まず最初のポイントは好きなことを仕事に選ぶ、ね、これはまあ、もうちょっと今日もお話しします。で、2つ目のポイントは得意なこと、自分がもともと才能少しあることでもいいんだよね、でもやってて得意だって感じられることを主に自分のキャリアでやっていく。これがどのぐらいのアドバンテージを3年5年10年の間でどのぐらいの差をあなたのキャリアに出していくかっていうのを今日説明します。で、3つ目のポイントは自分が働きたい環境を明確にしていく、ね、すぐ自分の理想の働きたい環境に行かなくてもいいんですけれども、そもそもこれを明確にしないとどういうところがいいのかってわからない。なので転職するときに、ね、転職先が3つあったら、ね、どうやってそれを選ぶのかっていうときに、やっぱり本当に自分が働きやすい環境、優しい人たちがいる、通勤時間が難しい、短い、ね、何時までに仕事が終わらせる、なんかダラ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 してる、ね、効率が悪い残業とかそういうのがない場所、みんなが効率を上げようとして頑張っている場所、そういうところを見抜けるようになって、逆にそういうことを考えているとそういう働き場、職場が出てくるんですよ、自然に転職するときに。で、最後のポイントが自分のライフスタイルを明確にする、ね、どういう場所で住みたいのか、どういうバカンスをやりたいのか、どういう週末を生きていきたいのか、どういう人と、ね、自然がある場所がいいのか、一軒家の家を買いたいのか、都内の素敵なアパートがいいのか、海外のか、これを明確にしていくと本当に自分のビジョン、心からやりたいことが出てきて、これを見つかるとなんか自然に楽に仕事がなっていく、やっていることが楽しくなって効率も上がって、本当に楽に一生懸命、モチベーションも上がっていて楽しくなって、収入とかにも差が出てきて、本当に人生が良くなって楽になっていく、楽しくなっていく、幸せになっていける、そして自分がやることによって本当に好きなこと、愛せること、自分だけじゃない、お客さんだけじゃなくて、なんか世間の間にもいいことができるようになっていくっていう感じなんですよね。でね、いきなりこんなこと言われてもね、ちょっとハードル高えじゃんって思うかもしれないので、ちょっとねゆっくり説明していきたいと思います。で、本当にね、千里の旅は一歩からスタートするので、いきなりねこんなでっかいゴールが見えないんだって思っても全然心配しないでください。ちょっとでも見れるだけですごいラッキーで、本当に行動とかもしなくていいから、聞くだけでも本当に十分ね、大きい効果があると思うので、本当にこのビデオを見てくれてありがとうございます。Alright、じゃあね、今日はね、得意なことを、2つ目のポイント、得意なことを仕事にすると本当にいいよっていう話なんだよね。でね、なぜ得意なことを仕事にした方がいいでしょうか。なんでだと思う。あのね、得意なことを仕事にすると、もっと早くその作業を一人前になれることができるんだよね。一人前になった後も結構早いスピードでめちゃくちゃ上手くなれるんだよ、得意なことを仕事にすると。でね、本当にいや得意なことなんて俺ねえよって思うかもしれないんだけど、全然心配しないで大丈夫。あ、これ得意だって思う人はそれすっげえいいぜ。でも分かんねえなと思っても全然心配しないでください。ちょっと後でどうやって得意なことを見つけていくのかっていうのを説明するね。はい、でね、まずね、なんで一人前になるといいのか、ね、なんで自分の仕事は上手くなるのにいいのかっていうのを説明するんだけど、それはね、仕事は何かっていうのを
考えた方がいいと思うんだよね。考えないといけないのかなって思うんだよ。で、仕事は何かっていうとビジネスなんですよね。なんだその発音、ビジネス、 It's business, right? ビジネスっていうとちょっと怖いかもしれないんだけど、まあ、どういうことかっていうと、ビジネスっていうのは誰かの問題を解決することによってお金っていうエネルギーが動いてくるんだよね。で、お金っていうエネルギーは自分に入ってきても自分が貯めて、ね、ダムみたいになって使わねえっていう感じじゃなくて、自分にお金のエネルギーが入ってきたら今度自分でも流していくエネルギーだから、お金っていうのは永遠に俺のものになるとかそういうもんじゃないんだよね。世の中に流れている人から流れてくるエネルギーなんだよ。で、みんな世の中っていうのはみんな問題があるんだよ。会社系の問題、これをビジネス家の問題って言うんだけど、会社の問題、自分の会社が他の会社の問題を解決するときはこれビジネス to ビジネスって言って B2B って呼ばれているのがこういうことなんだよね。で、会社の問題がある。例えば寿司屋をやっているレストランがあって、その会社でレストランの冷蔵庫がちょっと壊れ始めてる。で、この冷蔵庫が壊れちゃうと寿司屋で生の寿司が出せなくなっちゃって、ビジネスができなくなっちゃって、お客さんを喜ばせることもできない、食事、安全な食事を届けることもできない、そしてそれができなくてお金が入ってこなくて社員とかをクビにしないといけなくて、みんなの仕事がなくなっちゃうっていう問題を抱えている時に、へい、僕たちの冷蔵庫を使うと安心ですよって。で、これを本当にそれがビジネスだけなんだよ。誰かの問題を解決する。で、あともう一つのビジネスの種類で、B2C っていうのがあるのね。で、これは例えば会社の問題を解決するんじゃなくて、誰か個人の問題を解決するんだよね。例えば、まあ、じゃあ、ライフコーチの人がいるとしたら、ね、カウンセラーでもいいよ、うん、まあ、個人弁護士でもいいんだけど、誰かそういう問題が、ちょっと分かりやすいように個人弁護士にしよう。で、誰かがなんか、なんか法律的な問題で、ね、税金が払えなくなってしまった、お金がないからとかなって、で、ちょっと弁護士を雇わないといけない。で、そういう時は弁護士が、あなたの問題それよくわかるよ、大変だよねって、私たちに来たらこういう問題は解決できますよって言って、で、その問題を解決してあげるのが、これが B2C Business to Customer っていう呼ばれるもんなんだよね。ごめん、ちょっと話が複雑になっちゃったかもしれないんだけど、本当にビジネス、お仕事っていうのは誰かの問題を解決することによってお金っていうエネルギーが流れてくる、それだけなんだよね。で、サラリーマンになるっていうのも実はこの仕組みの中の一つの部分に入っているんだよね。実はこのサラリーマンっていうのは、ね、この仕事は会社に問題があるわけよ。人が足りない、この作業があって誰かにやってもらわないといけない。で、そういう時に、じゃあ社員を募集しようってなって広告をかけて自分が入るとか、ね、サラリーマンが入っていくっていうのは会社っていう問題 の問題があって、自分がその問題を解決できる、それで給料が入ってくるんだよね。逆にこの会社っていうのは別の人、別の会社とかの問題も解決してるんだよね。で、それでお金が流れてくるっていう、これを理解するのは本当に好きなことを仕事にして、ね、楽しく人生を生きていくときに、すごいこのコンセプトを、ビジネスっていうのは何なんだろうっていうのを見抜くことがめっちゃ大切だと思うんだよ。で、こういうのはあんまり中学、高校、大学でも教えてないことなんだよね。いきなり社会人になってこれを理解しろって言われても難しいから、ね、こういう本当に教育は楽しくて楽で楽しいと思うんで、ぜひね、興味を持っていただきたい。本当に好きなことを仕事にしていくときに大切なポイントなんだよ。なので、このね、問題を解決することによってお金っていうエネルギーが流れてくると、ね、じゃあなんで得意なことを仕事にするのが大切な、さっき言ったけど早く一人前になれるよね、得意なことを仕事にすると。どういうことかというと、例えばさっきの個人弁護士の話に戻るけど、誰かが税金の問題で困ってると、で、弁護士が必要になりました。で、もしあなたがその問題を解決する弁護士でも仕事が一人前じゃなくて下手くそだったらどうなる？ね、請求書作業が終わんないかもしれない。で、請求書出しても相手が払わないかもしれない、ね、で、この一人前になるっていうところに2つの大切なポイントがあるんだよ。で、1つは
作業が十分のレベルでできるかできないかっていうことがまず第一のポイントなんだよね。で、第二のポイントは作業をやるスピードなんだよ。この個人弁護士をやっている10年20年やってる人は、素人が始まやったら、ね、5日間の仕事を1時間でできるとか、そういうレベルになってるんだよ。ちょっと考えてみようよ。初めての素人弁護士が5日間やる仕事、これを10年やってる弁護士は1時間でできるわけよ。じゃあ1日8時間働くって言って、40時間かかって一つの仕事を素人弁護士はできるわけよ。でもベテラン弁護士は、ね、40時間の間で40件の仕事ができるわけよ。さて、これで収入の差は出てくると思う？かなり出てくるんだよね。なので、得意なことを実際に仕事にしていくときに、やっぱり生きていかないと。収入、誰かの問題を解決するもんだから、仕事っていうのはね。で、その時に誰かの問題をある程度のレベル、認められているレベルで解決できないってなると、お金は入ってこないんだよ。で、もう一つスピードっていうのがあって、スピードを早く解決することによって、もっと他の人の問題を解決することができる。なので収入も増えてくるんだよね。これを理解するのがすっごいいいことだと思うんですよ。でね、才能を持っていることを、得意なことを仕事にすると、実際にこの仕事のスキル、作業のスキルのスピードが、身につけるスピードが上がるんですよ。 Alright? これがキーポイントなんですよ。今日のビデオで一番覚えてもらいたいポイントは、得意なことを仕事にすると仕事が上手になるスピードが上がるんですよ。 Alright? OK。 スキルっていうのは何？スキルっていうのは、こういうふうに僕はフォーミュラで考えてるんだよね。もともとどうやってスキルを上げるのか、ね、もともとやる作業、ね、かけるやる時間、やってる時間を増やすとスキルが上がってくるんですよ。今のスキル、今の状態かける自分がやる時間を、ね、もっとやると自分のスキルは間違いなく上がってくるよね。なので、もともと自分が得意なことを、ちょっとでも得意でいいんだよ、得意なことを仕事にしていると、他の人たちより自分がもっと早く一人前になれる。で、一人前になった後、もっとスピードも上がるし、効率、作業の質が上がっていくんだよ。本当に3年5年10年とかかけていくと。でね、パン、ちょっと余計な勉強を入れさせてください。余計な勉強。もしこの得意っていうことにクロスミックスで好きっていうのを掛け算でかけると、このフォーミュラはどう変わると思う？フォーミュラは、やってる作業かける時間イコールスキルアップやろ。ここに好きっていうのを入れると、このやってる作業と時間がどうやって変わってくると思う？これすっごい面白いんだよ。好きなことを仕事にすると、ね、好きで得意なことを仕事にすると、好きをこれに加えると、やる時間が自然に増えるんですよ。どういうことかっていうと、例えば自分が嫌いなことを仕事にしようよ。例えば僕は Excel のデータ入力とかが大嫌いなわけよ。で、もし俺が朝の9時から夜の6時まで Excel の入力やってるじゃん。7時1分に僕何すると思う？コンピューター閉じて、もう二度とエクセルなんて触りたくねえよーとか思うわけよ。いや、もう本当に考えたくない。ね。もうエクセルなんて頭から外して、仕事辛いからそのままどっかバーとか飲み場に行って美味しい唐揚げ食ってビールやって、かー今日もお疲れ乾杯とかやってるわけよ。ね。ね。そういう感じで、もう週末とかも二度と仕事の仕事とかエクセルとか考えたくないよ。で、本屋さんに行ってデータ入力のコツとかの本見ると、うわーってなって恐怖になって逃げていくわけよ。でもさ、この場合、ね、例えば僕の場合だったらエクセル入力じゃなくて、なんか動画の制作とか、そういうのだったら、ね、特に YouTube を使ってる、そういうのだったらどうなると思う？朝起きて仕事を行く前にワクワクして、やったー今日もなんか動画の勉強で実際にできるんだって言って、仕事もやったーってワクワクしてやってて、ね、7時6時とか7時に終わりました。7時1分に何してる？
YouTube 開いてもっとどうやって効率を上げる動画を作るのかとか、この、ね、ボケの術とかを学んでるわけよ。で、通勤時間、夜帰る時もなんかイヤフォンつけて普通にウェブで探したりしてるわけよ。で、寝る前もずっと見てるわけよ。で、週末朝起きたらのんびりなんかパソコン開いてもっと動画の作り方とか見るわけよ。で、なんかあ、セミナーあるんだとか言ってセミナーに行くわけよ。で、なんかコミュニティあるんだって言ってコミュニティに入って仲間とか増やして仲間の技とかを学ぶわけよ。ね、で、どうなるかっていうと、例えば1日8時間仕事してるじゃん。嫌いなことだったらもうほぼそれだけなんだよ。だから8時間かけるやってる作業イコールスキルアップでしょ。そのスキルアップしか手に入れられないんだけど、この8が普通に10とか12になって、週末もプラス6時間6時間で入ってくるわけよ。で、この時間がめちゃくちゃ増えるわけよ。で、そうするとスキルアップもかなりの差が出てくるんだよ、嫌いな仕事と比べると。 なので、実は得意なことを仕事にするプラス好きなことかけるやってる時間ってなると、上達する一人前になる、実際にそれで食べていける、お客さんの問題を解決して請求書を送ってお金が入ってくれるっていうスキルを身につけるのが可能になる、一人前になるっていうのが結構早くできるようになるんだよ。本当にこれ3年以内で実際にできるようになってくるんだよね。本当にこれ続けると5年とか10年とかになると結構なレベルに上がっていけれるっていうことなんですよ。で、こういう話を聞いてると、うわーなんだよ俺才能ねえよってね、本当にあの質問でもね、 LINE の質問とか個人の E メールでもいろんな相談を受けるんだけど、クリス、僕あの才能ないんですよ、なんもないんですよ。で、実際に30分ぐらいコーチングとかして話してると、あ、これも得意で、これも得意で、これも得意で、これも得意なんですねとか、そういうなんか気づいてないところに才能っていうのがいっぱいあるんだよね。で、どうやって才能を見つけるかっていうと、才能っていうとなんか日本の普通のね、なんかテレビ番組とか見てるとモーツァルトみたいな才能、なんかめちゃくちゃ天才なバイオリストの才能とか体操の才能とか、そういうイメージが出てくるんだけど、実はね、才能っていうのはちょっとでも苦手な人より上手いことなんだよ。それだけなんだよ。で、本当に冷静に自分にストレスをかけないでグリップを緩くしてみると、必ずいくつかの才能は全ての人間が持っているんだよ。なぜかというと、人間っていうのは全員違うんだよね。知ってる？ね、もう本当に6 billion people in the world、ね、こんなに人がいるんだけど、世の中に一人も同じ人はいないんだよね。本当に自分が他の人よりちょっと得意なこと、ね、苦手だっていう、これ、いや僕は苦手じゃなくてこれ得意なんですっていう部分は必ずあるんだよ。で、これはどうやって才能を見つけるのか、本当にね、そういう本も、ね、本田健さんとかそういうね、本田健さんは本当にすごい人で、どうやって才能を見つけ出すかっていう本もあるし、僕 の無料トレーニングでも才能の見つけ方とかカバーしてるよね、好きなこととか、ビジョンの1、2、3の OK だから、僕 の LINE で登録してくれると、リンクを送りますので、プレゼント、結構ね、深いトレーニングなんだけど、そこで自分の才能は何なのかっていうワークも入ってるし、そうやって自分の才能は何なのかっていうのを少しずつゆっくり見つけていくと本当に出てきます。で、よく周りから褒められたりすることは結構才能なんだよね。例えば僕もなんか2年前に気づいたのは、クリス、人の前で話すのって得意だねって言われて、何言ってんの、そうでもないよって、昔の仕事辞めた時ね、いやでも、いや結構うまかったよ、だって人が来てお客さんとかみんなクリスと話すの好きだったし、すっげー喜んでて、クリスがその仕事からなくなったら結構雰囲気変わったんだよって言われて、え、そうなのって思ったら、あ、ひょっとして俺得意かもしれないなって言って、そうすると自分の得意なこと、得意な才能が見つかったら、ちょっとずつ育てていくことができるんだよね。まあ、本当に自分の才能は何なんだろうって、必ずあるから、本当に自然に見つかってくることだから、あんまり心配しないで才能を見つけ出すワークも進んでいきましょう。 で、ね、ちょっとね、面白い話があるんだよ。得意で好きなことを仕事にすると、実は
自分の特別な業界の 20% トップ 20% に入るっていうのが意外と可能になってくるんだよね。本当に好きなことで得意なことをやっていると1年3年の間で、まあ、1年から3年の間で意外と本当に一人前になれるんですよ。一人前になれると自分が好きな場所で働けるようになれるんだよ。転職するときに有利になってくるわけよ、ね、で今度転職するときに次のビデオで話すワークスタイルっていうのも考えて自分が働きやすい環境に入れるわけよ。で働きやすい環境っていうのはもちろんシステム、前回のビデオで話した営業のシステムとかいろんなプロセスのシステムを上げていくっていうところをみんなで上げていく、そして早く、ね、社員全員で一緒に早く帰ろうよってそういう、ね、モチベーションがあるところで働くっていうのも大切なんだけど、実は作業の効率が高いところで働くっていうのもめちゃくちゃ大切なんですよ。どういうことかっていうと、例えば集中力が必要な動画の編集の仕事とかあるじゃん。動画の編集の仕事をするときに、ね、ラーメンとか、ね、炭水化物を食った後のランチの後の2時とから4時にやるとすっげえ効率が低くなるんだよ。でも早く事務所とかに来て7時半8時から集中してコーヒーとか飲んで、ね、集中した環境で、ね、Facebook とか、ね、タイマー25分つけてこれだけの作業をやりますみたいな感じで作業をすると効率がめっちゃ高いのね。でこういうのを知っている環境で働くわけよ。こういうのを知っててこれを使ってくださいって、こういう武器を、時間の武器っていうのを使ってくださいっていう環境で働く。こういうのを5年10年続けるとどうなるかっていうと結構上手くなっちゃうんだよ。結構上手くなれるんだよね。で業界のトップの 20% に入るとほぼどの業界でも収入はいいんだよ。なぜかというと、ね、さっきの個人弁護士の話かもしれないけど、もうベテランになってて仕事の効率も早い。だから素人弁護士が5日間やってる作業を本当に1時間2時間でできるわけよ。そうすると問題を、誰かの解決をできる数が上がるわけよ。普通に収入が入ってくる。でクオリティも高いわけよ。でクオリティが高いと競合相手に負けないようになるんだよね。仕事っていうのは、ね、競合相手がいる場所なんだよ。だからこの自分ができるってなっても他の人もその作業ができちゃうわけよ。例えばウェブデザイナーになりたいっていうふうになるじゃん、ね、でウェブデザイナーの仕事募集するじゃん。ウェブデザイナーの仕事で何百人何千人がその仕事できてその仕事に募集してると思う、ね、でその時にあなたが本当に得意で大好きで何時間もいつも集中してやってて仕事がめっちゃハマってて大好きで、そしたら自分のクオリティが上がってるじゃん。そうすると競合相手に負けられないような武器にもなってくるんだよ。なのでこの好きで得意なことを仕事にするっていうのは本当に大切なことなんですよね。でね、今こういう話を聞いて、やっべえクリス、俺今の仕事嫌いで得意でもねえし今でも辞めないといけないのか、違う、3ヶ月のワンクッションっていうのは人生にあるんですよ。これはどういうことかっていうと、3ヶ月の間自分が本当に好きなことを見つけ出す、自分が本当に得意だっていうことを見つけ出す、でそれを上手くなっていく、でそしてどういう場所に転職するのかっていうのを探す、どういう環境が自分に合うのか、ね、どういう通勤時間がいいのか、どういう時間に終わらせてプライベートの時間はどういうふうに住みたいのかっていう、このを極める、明確にする、自分のビジョンを見つけていくっていう3ヶ月のワンクッションっていうのが人生にはあるんですよ。でこの努力を進めながら何をやるかっていうと、今の仕事を大切にやっていくんだよ。今の仕事を本当に神様から与えられた、もう合気道の道場みたいな時間で生きていくんですよ。でこの3ヶ月、まあ、3ヶ月から6ヶ月かけてもいいんだけど、本当は1年かけてもいいんだけど、とりあえず3ヶ月は、ね、今の仕事、永遠にもうこれ すぐ終わるから、
その自分のビジョンが見つかったらさって変わってくるから、この間は今の仕事を一生懸命やるんですよ。で、どこに気を使うのかっていうと、人、嫌な上司、嫌なお客さん、嫌な作業、こういうところを本当に感謝できるような感じで仕事に取り組んでいくので、ちょっとしたお土産っていうか楽にする方法は、その仕事は永遠に続かないからで、ね、本当にブラック企業でパワハラを受けている、もう鬱になって持たない、ね、セクハラを受けているとか、ママハラを受けすぎている、そういう人たちは別です。そういう人たちは本当に専門家の助け、ね、ハローワークに行って相談したりとか、そういうブラック企業専用の弁護士に相談して、でそういうのはしっかり自分でそれは全然違います。これは本当にグレーと、まあ、グレーというかホワイト企業、ね、でやってて自分の仕事が苦手で好きでもないっていう人たち、ね、これはもう本当に3ヶ月の間はこの与えられた仕事、与えられた厳しい上司がなんか変なこと言ってきたら、あ、ラッキーだな、俺はこの上司は俺の成長のためにそういう厳しいことを言ってくれてるんだっていう感じで前向きに取り組んでいくっていうのが大切だと思います。そこは逃げない、耐えれるから。で、人を愛していく、嫌なやつもわざと嫌なやつになってるわけではない、本当に大切、本当はやりたいことがあるんだけどそれができなくて、それでわーって不安になってて、ね、自分もできないやつなんだって自分そう思っててネガティブになって、ね、部下とかにネガティブでわーってやって、俺もこういう大変な経験があったんだからお前もやるべきだな、あお前な、仕事っていうのはな、嫌なもんでな、そういうもんが人生なんだって、そういうね、本当にそう思ってるだけで、でも自分は違うから、で自分はここから違う場所に行くから、ね、そういうことを考えて、この楽しい、ね、ちょっと楽しくね、そのゲームみたいにできればね、やっていって、でその自分はここからは変わっていく場所に、好きなことで、得意なことで、働きたい環境で、自分が求める人生を手に入れていけるんだということを知りながら進んでいきましょう。でもしこういうのに本当に興味があったら、僕の LINE に登録していただくと、このトレーニングを出していて、でこのトレーニングは本当にね、このビデオを見た後、このシリーズを見た後にやると、もっとね、なんでこんな難しい質問とか答えないといけないの、なんで僕の才能を明確にして、好きなことを明確にして、ゴールセッティングとかしないといけないのとか、そういうのがね、あ、だからかっていうのが分かるようになると思うので、本当にね、いっぱいのワークがあって難しいかもしれないんだけど、ぜひやってください。で PDF とかもあるのでね、ぜひ見てダウンロードしてみていただければ幸いです。Alright, well, thank you so much for checking out the video. ちょっとね、このシリーズは長いビデオになるんだけど、本当に僕が心の中からみんなに伝えたかったことなんだよね。こういうのを知っていくと、本当に人生がもっと楽に楽しくなって、仕事はね、斉藤ひとりさんっていう人がね、面白いこと言ってね、仕事っていうのは必死にやるもんじゃないんだよ。ね、必死っていうのは必ず死ぬって感じで書くんだよって。それはやばいぞって。で、仕事っていうのは楽にやっていく。楽しくて、逆にね、楽にやるともっとモチベーションがあって、もっとエネルギー出るんだよ。だって楽で楽しい方がやる気上がるじゃん。辛くて嫌で苦手できついことって、わーい、やる気出ますかって言って出ねえよな。どうやって出るかって言ったら短期的に出るだけなんだよな。 Alright、 なのでね、本当に質問とかありがとうございますってビデオを見てくれて本当にありがとう。でこれからもぜひね、よろしくお願いします。Thank you so much for watching the video. で、本当に LINE の質問とかも、本当にコメントも心から感謝しております。Alright guys, I love you guys and I will see you in the next video. 次のビデオはワークスタイルです。Alright, thank you so much. ありがとう。